そのイライラ棒のおもちゃがあるそうです。あ、イライラ棒、あれ持ってました、おもちゃ、ね、ちっちゃいやつ、ちっちゃいやつ、超人気でしたね。なんかキーホルダーみたいなやつ、チャランチャランって、違う、本格派、ちょっとすごい、イライラ棒ね。こちらが番組の人気コーナーがきっかけで大ヒットしたおもちゃ、電撃イライラ棒。枠に触れないよう狭い通路をこのスティックで突き進むという難易度高め、昭和の子供を悩ませたゲームなのだ。60秒、60秒以内にクリアしてください、うん、これね、あのコツがあるんですよ。もうこれ1本でいくとやっぱりね、もう手のあの震えがもう持たないですから、うんうん、もう一つの手を添えるっていうのが大事ですよ。なるほど、はい、じゃあ参りますよ、はい。え、もう始まった？始まりました。緊張する。え、もう始まったよ。今から急がないと。あ、カウントダウンされてる。いや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 、抑えるんですよつって手が触れないように抑えるんですよ、ボーン。もう一回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 、ちょっとじゃあ次落ち着く、ね、もう押した瞬間に始まるから、押した瞬間ね、いきますよ、オッケー、分かった、そうそうそう、じゃあ行くからね。そこも危ないですよ、触れたら、これがまず、これがいけないから、ね、あ、嘘、じゃあこっちなのね、いきますよ、スタート。え、それちょっと無理じゃない？始まってる、始まってる、始まってる。一人ずつやってみます、じゃあ。あ、やっていいんですか、ね、ここに刺しといて、そうそうそう、スタート、奥まで行って、あ、緊張する、スタート。これ、いけたら1万円あげる。え、嘘、誰が、私が、あ、1万円って聞いた瞬間に行きます。よー、あ、先に、あ、ちょっと待って、あ、そうそう、から難しい、そうじゃね、いいですか、でも当たってる、増えるね、やっぱ年取ったわ。そこね、1万円、1万円、ね、ここからよ、ここからよ、1万円、動揺しないで、1万円動揺しないで、1万円、5万あげよう。